賢者の孫は、吉尾勝義による日本の小説。2015年1月より、小説家になるを似て連載され、同年7月よりそれに修正を加えたものが、ファミ通文庫より刊行されている。書籍版のイラストは、菊池誠治が担当している。2021年7月時点で、シリーズ累計発行部数は650万部を突破している。ヤングエースの増刊誌である。 ウェブ無料漫画雑誌、ヤングエースアップにて、漫画版が連載されており、作画は、小形俊介が担当。外伝作品として、マーリンとメリノの若かりし、頃を描いた、賢者の孫エクストラストーリー、メイトクラスメイトの奮闘を描いた、賢者の孫 SP 王女様奮闘記、アルティメットマジシャンズの日常を描いた、賢者の孫 SS が存在する。賢者の孫エクストラストーリーは、 ナローにて連載されていたが、書籍化に伴い削除されている。会社帰りに交通事故に遭い死亡したサラリーマンが異世界に転生した。転生後、家族と馬車で森の中を移動中、クマの魔物に襲われ唯一生き残り、たまたま通りがかった賢者マーリン・ウォルフォードに拾われ、新ウォルフォードとして育てられる。しかし、人里から離れた森の中で、 さらに死に別れた我が子の育児もろくにしてこなかった、マーリンに育てられた結果、シンは魔法の実力は規格外、常識は皆無であることが15歳の誕生日に周囲に認識された。おじ代わりのアールスハイド国王、ディセウムの推挙で魔法学院に入学するため森から王都に移り住む、シン。その目的は常識を身につけることだった。声は、テレビアニメ版の声優。 アルティメット・マジシャンズ・三大高等学院の教師、生徒王族、貴族騎士団、魔法師団、警備局一般市民級帝国の魔人その他の魔人2019年4月から6月まで、朝日放送テレビ東京 MX 他にて、放送された。iOS、アンドロイド用、ゲーム、賢者の孫究極魔法伝説が2020年2月26日に、キックアスにより配信。 ありがとうございます。